ベトナム社会への貢献はホーチミン日本商工会議所の主な活動の一つです。これまでも日本語スピーチコンテストの支援や指導福祉施設の訪問などさまざまな活動を通じてベトナム社会に貢献してきました。中でもボランティアや外員企業の代表が数多く参加する活動の一つにサイゴン動植物園の清書活動があります。ペットボトル、お菓子の袋、使い捨てコップ、回収されたゴミはおよそ100袋。これは JCCH ホーチミン日本商工会議所の会員企業から164人のボランティアが参加し、8月中旬に財源路植物園で行われた清掃活動の成果です。là công dân của thành phố cũng như là một thành viên của công ty cũng muốn góp công sức của mình để làm cho thành phố sạch đẹp hơn và những cái con thú thì nó sẽ được sống trong cái môi trường sạch đẹp. 動物園に行きたいと思っていたのと、あと社会貢献の子どもたちの勉強のためにも来ました。やっぱり綺麗になって動物園とてもいいかなと思います。Tôi thấy hoạt động này rất là ý nghĩa, thúc đẩy vào cái hoạt động mà vì cộng đồng và làm sạch môi trường, nâng cao cái mối quan hệ giữa Nhật Bản với Việt Nam. Đây là 3 回目. 多くの会員企業やボランティアが参加しました。また、今回の清掃活動にとどまらず、JCCH では文島海岸の美化活動や市内の公園でのゴミ拾いなど、2018年からベトナム社会への貢献を図り、環境意識の向上や人々の交流を深める活動を行っています。まず我々日系企業はベトナムで、ビジネスをさせていただいております。そういった中でベトナム社会に貢献することが非常に重要だと考えております。もう一つは世の中がサステナビリティということで SDGs を推進する世界になっております。その世界のために我々は取り組みたいとも思っております。ベトナム社会に貢献するということと SDGs としての貢献、その両面からさまざまな社会活動を行ってまいりたいと思っております。 JCCH 社会貢献委員会の薄井委員長は、今後も市内の公園や学校の周りなどホーチミン市内の清掃を続けていくだけでなく、子どもたちに対する支援や学生を対象としたスピーチコンテストなど、さまざまな社会貢献活動を行っていくと述べました。